1月24日、今日はですね、祇園祭りの後祭りです。こんにちは。暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。今日は撮ってきた後祭りというですね、山鉾巡行をご紹介するんですけども、これを撮った時も結構暑かったです。それで人も多かったので、だいぶ後ろの方に行って日陰のところからカメラを構えて撮ってみました。結構被写体まで遠かったんですけども、この Z280 というカメラは17倍のレンズがついているので、それなりに酔ったシーンも撮れるので、それがどれぐらい、撮れるのかということを、基本的にはですね、オート ND、それからオートホワイトバランス、オートフォーカス、ほとんどオートですけどもね、これで撮ってみました。結果としてはですね、思っていたよりというよりも、驚くぐらいうまく撮れていて、ほとんど NG はなかったですね。だからもう暑い時で、しかも直射日光がビューファーに入ってるということはですね、フォーカスを確認するなんていうのはほとんど難しいんですよね、マニュアルでは。なのでオートの機能にそういう時は頼って撮った方が、このカメラの場合は非常にいいんじゃないかなというふうに思いました。それから昼間の明るいシーンとは別に、夜に、暗いシーンを、テスト撮影してみたんですけども、これは今このカメラ FS5 なんですけども、このカメラと比較をしてみました。それがこちらです。ですね、 Z280 の方は F 値を一応このカメラと揃えるために F2.8 にしてます。まず 2.8 の0デシベルですね、原因を上げないで室内を撮ったもの、これが2.8 の9デシベルです。これで一番明るいところが 100% 超えるか超えないかぐらいまでいってます。それでその倍の18デシベル、これだともう白飛びしてますね、完全に。これぐらいの差があると。でこちらはその比較のために撮った FS5 です。ちょっと今手が映りましたけど、9デシベル、これ大体いい明るさですよね。それでこれが18、こっちもやっぱり白飛びしています。ですので、大体同じぐらいの明るさかなと思って、こうやって比較して並べてみると、大体似たような感じの感度かなと。だから FS5 も決して感度は悪くないなというふうに思いました。それとこの絵から分かるのは、やっぱり深度の差がこれだけあるんですよね。
FS5 の方は手前のこの iPad mini とか置いてあるところはほとんどボケてるんですけども、Z280 の方はそのあたりも割とこうフォーカスが、まあ、来てることはないですけども割とはっきりしてるということで、絵作りにこれだけ、まあ、差が出ています。これはあの壁のところにフォーカスを合わせてます。ノイズの出方を見るために、これはあの LED のですね、小型のですね、これこの照明ですね、バッテリーについてる LED ですけど、これをつけて部屋に、まあ、これだけの明かり、これをテーブルの上に置いてそれで照明をしています。でこれは、9デシの時にこれぐらい下がります。真っ暗にすると、まあ、ちょっとだけ、280の方が明るいような気がしますね。18にした時の、これは差ですけども、やっぱり280の方が明るくて、どうでしょうね、ノイズの差、まあ明るく出してる方がノイズが目立ちやすいので、まあ、その辺の差があるかもしれませんけど、まあ、これぐらいの差がありました。まあ、ですので、あのこれはあの F2.8 で撮りましたけど、 Z280 の場合広角側は F1.9 まで開くことができるので、まだあと2絞りぐらい明るくなります。なので、照明が足りないようなところでも十分撮れる明るさを持っているということがこれで分かっていただけたんじゃないでしょうか。ということで今日はあの外のものすごい明るいシーンと、暗いシーンでのですね、感度の違いというのを比較してみました。あともう一回だけあのやってみようと思います。もうあのカメラ返しちゃったんですけども、ですね、このカメラは XAVC のイントラとロングというフォーマ2種類のフォーマットが撮れるんですけども、まあ、その違いについてちょっとテストしてみたので、まあ、次回それをお送りしたいと思います。それではまた。